こんにちは、リニニットです。今日も簡単な、レーシーな模様をやってみたいと思います。私の好きな、私ロングステッチって名前つけてますけど、こんな感じになる模様です。はい、ではやってみます。まず針をリーチ、リポジションでホールドですね。LK100 は、編み目メモ、 LK100 はホールド機能ありません。リーチに出せば編まない。これで一回こちらに来ます。こういう状態です。で、針が開いてる状態で、少しちょっと糸を避けといてね、あのベラが、このスティッチにベラがギリギリ、こういう状態にします。そして糸をかけ、あの糸口から来てる、あるいはそうですね、糸口から来てる糸をこういうふうにかけます。で、こうやって押してってあげると、こう、針の中に糸が入りますね。こうしておいて、キャリッジと反対側から A ポジション、一番奥まで1本ずつです。こう一緒にやったらお互いを引っ張るんでね、キャリッジと反対側から1本ずつこうやっていきます。これが私の言うロングスティッチです。はい、こうしておいてスーッと引っ張ります。そうするとこんなに長いステッチができますね。はい、それで前の段で、この目が、この一目置きに隣にかけた、あの写してるんですけど、これを今度、あのこの掛け目のできるところを逆にしてみようかなと思います。この下は同じ位置でやったのかな。ここが掛け目というか大きいホールができてるので、まずこうやって全部出して、ラッチオープン、ベラを開けておきます。それで、このその前で、この編んでる部分ですね、これを今度かけてみます。こういうふうにかけていきます。これ、あのこっちの目を移しますね。だから移される方、こうやって引っ込めるといいです。一回出してあるけど、引っ込めた時にね、ベラが開いちゃう、あの閉まっちゃうとやりづらいですが、こんな感じで、これは同じところに穴を作った方がいいかどうか、ちょっと試してみてるんで、この端っこは残しておきましょう。それでこうしておいて、こうですね。あ、これ出さない方が良かったんだ。このロングスティッチをこうやってくるくるっと3回ぐらいかな、2、3回回してみます。そうすると面白いんじゃないかと思います。最近これちょっとどこの国の方か、どなたかの動画でちらっと見たんですけど、こういうねじってみます。あ、ここでこっちですね。針戻すときに間違えないようにして、1、2、3ぐらいツイスト、よいしょ。これ、こういうときね、次にかける針は
こうやってベロ開けとくといいですね。2、3。3回も巻かなくていいかな。2回ぐらいしましょう。ベラ開けとく。1、2ぐらいがいいや。次編みづらくなるかもしれないしね。1、2。2回転。1、2。ここは2目一度になってませんけど、すべてねじっておきます。はい、こうしておいて、で一旦すべての目を出して、それからこれホールド引き上げ機能ですねになってるはずですから、この LK100 は下げればいいですけど、こういうふうに下げますね。で1、これ編んでないところをしっかり編んでくださいね。ちょっと重りを移動しないと。2、3、引きましょうか。今度逆から行くように。それでね、これ手前を、表にしたいので、ここでラッチアップ、タピ返しします。でこの先日作った道具、これもう活躍してますよ。しっかり固まりました。これがタッピと目移し、一本の目移しですね。これがこういう尖ったフックと一本の目移し。そう、赤だったでしょ。それちょっとあれ、ここがくにゃくにゃになっちゃったから青に、紺色に変えました。作り直しました。はい、これでこういうふうに編まれてるというか、このホールになってない、穴がを開けたんじゃないところだけ2段下にタッピを入れて、こうやってほどきますね。で表に直します。端の目はいいと思います。でここは穴が開いてるんで、そのままにします。こうやって、これね、ワンポイントで他の目にこう力加減なんですよね。もうこれが難しい場合は、このほどくここですね、2段下に入れておいて、手でこうやってほどくことになりますけど、こうやって、でまあ、これも難しければ、普通はこういう時便利なんです、この道具。こういうふうにね、糸が割れる、この場合は糸が割れちゃってるんですけど、反対側が目移しになってるのでとても便利です。普通はだからここほどきたいところにタッピを入れて、手でほどいて、でこうやって編んで、それでこうやって戻しますね。これが一番多いやり方でも、私はこのほどきたいところに入れて2段ぐらいだったら、この目だけにこういうふうに両サイド落ちないように力加減を気をつけて、でこうやってぴょこっと戻す。これがやっぱり早いと思うんですが、これも慣れるとなんてことはないんですけどね。ちょっと普通のやり方やってみましょうか。1、2、3、4、5アクションで、いつもの私のやり方は
1、2、3、4、あ、ワンアクション少ないだけですけどね。でも手を動かしたりするね、あれがないんで、同じポジションでできるんで、1、2、3、4、で、これが最後。はい、こんな感じで表に直りました。どうかな、交互にやる、ちょっとこのやり方でやってみますね。で、またホールド引き上げでこちらに持ってきます。で、ちょっと糸邪魔っていうか、糸ちょっと避けておいて、こう、あ、こういう風になっちゃダメなんですね。ベラが閉じない程度に下げる、こういう状態です。それで針のフックにこういう風に入れて、これ下げてってみてください。そうするとペラがパタンと倒れてくれて、糸を噛んでくれます。この状態で1、2、キャリッジと反対側からですね、3、4、5、6、ちょっと糸の余裕がないな、よいしょ、1、8、9、10、11、12、13、14、18、19、21目ありますね。はい、これでしっかりこう引っ張っておいて、そっと出してきます。で、これ全部ベラ開いてます。あ、開いてるっていうか閉じてますね。この位置のままで、これでこういうマグネットですね、こういうマグネット、そんなに強いものじゃなくて、こういうあのマグネットフックっていうか、それで十分だと思います。全部開けておきます。そしてこれ使ってみましょうか。なんかの時こっちのフックが役に立ちます。失敗した、あ、違う、さっきのタッピと一組になったやつ、ね、これでいいんですよね。これ一本でできるんだ、この作業はね、あのこの模様はね。はい、で、ここが前の段で、ホールを作ったスティッチです。だから今度はこの端に作ります。こう、これもね、こうやってピョコンと一つ飛びますね。こう、ちょっとこう目移しをちょっと縦に持つんですね、こういうふうに。ほんでね、こうやってピョコンと外してかける。こうすると早いです。で、針もあの一定の位置から動きません。全然作業が早いです。一つ飛びですね。あれ、ちょっと音が割れちゃいました。こういう時はしょうがない。はい、こうです。それで端はやりませんね。あ、端もやるんだった。2本に、ここ2本かかってるんで、これはさすがにこうやってベラ開けておいて、1、2と回して戻す。これは確実に2本取った方がいいんで、1、このぐらいかな。まあ様子見てやってください。そう、
か、反対に回すといいんですね。この針が邪魔するんで、こうやってこっちの方が回しやすいんだ、この場合は。でさっきより短いのかな、一回転で十分みたい。私もやりますね。すべてのロングステッチを回転させて、さあ面白いと思います。で全部の針を出しておいて、編む位置に下げる。で1、2、ちゃんと編んでるかどうか確認して、あ、ほらこんな感じになりますよ。あの回転が1回だとこんな感じで、ここでこの柱、あの両端は除いて、この柱になってる部分、2目下、1、2、3段編んだんだっけ、1、2、あ違いますね、1、2、うん、いいんだ、この下に入れて、こう、ここに入れて、どこにあるのかな、左手でワンポイントでこうやって、あの他の編み地が動かないようにあのキープしてますね。ここだけに、この上に向かった力がここだけ、この一目だけに集中するようにして、ここ2ローズ、こんな感じ、母の退院が決まりました。明日の午後退院してきます。まだ本当は早いみたいなんですけどね、もう本人限界みたいで、退屈で退屈で、あ、ここの目がおかしくなって、あ、違うか、はい、できました。こんな感じで交互に来るのが分かるかな、あんまりよく目立たないですね、交互に来るのがね、穴が大きすぎて、はい、まあ、こういうふうにしてあの模様をやっていくとすれば、この最後のね、このロングステッチの模様から、このここと、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 ここだな。この、タッピ返しをしたやつ、これ、続けて編んであげると綺麗かもしれないですね。今思いついたんですけど。
ょこんとぴょこんと外して脱皮返しして、ぴょこんとかける。そうするとね、ベラがこのぴょこんと外すことでベラが開くんですね。で、手もあのこうやって針の方に持っていく必要がないです。はい、こんな感じ、ぴょこん。英語でぴょこんっていうのにあたる擬音語ってあるのかなって言って、夫の返事がないということはイヤホンをしてるんだと思います。隣の仕事部屋にいますので、この季節はね、あのニニニャンニャン、うちのニャンニャンなんですけど、冷房が嫌いでね、田舎娘だから。もうね、ずっとほとんど食べに帰ってくるぐらいで、ほとんど外にいるんですよ。だから、あ、ニーニー久しぶりっていう感じなんですけど、毎日。ただあの出かける時はね、あのお見送りと、お出迎えはしてくれたりするんですよ。どこからか湧いて出てきて。でね、岩の築山の木の陰の大きい岩の上が冷たくて気持ちいいらしくて、日陰なんでね、そこであの白ゴケに溶かしてます、貸してたりします、気づくと。はい、こんな感じでどうでしょうか。なんか下の方いろんな模様やってたんですけどね。はい、これ今日はもう外さずに移そうかな。こういう面白い模様ができました。H まで下げる、ロングスティッチでのレーシーな模様です。簡単だし、この竹を稼ぐっていうか、ここでね、何段か分になるんで早いと思います。反対はどんな感じかな。こんな感じですね、反対側こんな感じ。簡単なんでやってみてください。で、この道具やっぱり本当に便利ですね。作ってみてください。で、タッピの使い方、これはもう本当に慣れなので、できるだけ効率のいいやり方でね、慣れていった方がいいと思います。それからとにかく、以前も言いましたけど、このベラですね、タッピもそう、このベラを制するものは編み木を制するって、私の作った造語ですけど、本当にそうで、このベラが開いてるとか、ベラ越ししてるとか、ベラが閉じてるとかね、このタッピの使い方もそう、開いてる閉じてる、この動きで操作をしていくっていうのが、のに慣れていくのがコツだと思います。はい、以上です。